ちょっとした遊び心ですよ。はあ。私は我が社のテレビを10台かけましょう。テレビを10台？いいですね。実はペナソニックさんのテレビ欲しかったんですよ。この男狙っていたというのか。では山下さん、あなたは何をかけてくれるんですか？そうだな、私が負けた場合は商品相当の金額を支払うってことでどうです？いいでしょう、賭けは成立だ。この男の器量を見るつもりで賭けを持ちかけてみたが、まさかあっさり受けるとはな。なんてことを。いいじゃないですか、テレビ10台分の現金なんか今の借金に比べれば。山下さん、見願会の隠語では我が社のをつけて商品名を言うときは自社株を指すんです。株？そして個数はパーセンテージ。つまり先ほどの賭けはペナソニック社の株の 10% をかけた大勝負。あのペナソニックの日本一の電機メーカーの株 10%！ ちなみにペナソニックの現在の株価から概算すると、負けた場合支払う金額はおよそ2800億です。